はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今回は美容師の都市伝説編をまた送りたいと思います。今回言ってる内容というのは全く根拠がありませんし、嘘の内容ですので皆さん信じないでください。高額トリートメントには気をつけましょうという内容で送りさせていただくのですが、高額のトリートメントやっても実際あまり意味がないものも結構実際あるんですね。はい、髪の内部にトリートメントを入れて、髪を強化するとよくありがちなトリートメントなんですけれども、まあ継続率が弱かったりとか、まあもちろん髪の内部で、しっかり出ない状態に結合して、繊維をですね強化してくれるものもあるんですけど、まああんまりこう分かんないんですよね。むしろ髪の毛の中を強化しないと切れちゃうような髪の毛ってもうカットするしかなかったりするわけですよ。僕はちょっともっと単純に、高額トリートメントとかじゃなくてもっと安価にですね結果が出る進められるトリートメントないかなっていうので模索している状態なんですが、今回はですね結構検証として結構面白い検証をしたんですが、1個目 A というこれ作ったんですけど、こういう高分子化したものですね。はい、こういう感じブルブルっとで、次がまた同じような感じこういうもの、これが紙に乗るわけですね。これ今検証してるんですよ。弾力だったりあとは手触りだったりとか、その辺がいいものをちょっと作りたくて、今検証しております。まあ、このような感じで僕の商品は作ってるんですね。はい、まあ、これもそうですね。これが C という商品、ちょっとね商品化するにあたってかなり難しい部分もあって、こういうふうに高分子化しちゃうともう売れない、商品としてならないわけですよ。そこで今ある既存の商品に、混ぜてしまうと固まってしまったりとかしてなかなかうまくいかないわけですね。まあ、今のところモモンガトリートメントっていうとモモンガオイル還元剤っていうのとオニヤンマジェルソルトというトリートメントがあります。これが結構メインで使ってるものなんですけれども、まあ、プラスアルファこれがね、これを商品化するかなっていう感じでも考えてはいるんですが、まあ、そこでなんですけど、結構髪の毛やっぱりねダメージが多いと、まあ、キューティクルがこうバサバサしてきちゃったりとかで、やっぱり被膜っていうのが必要だったりします。で結構ノンシリコンとか今主流になったりとかしてますが、僕は結構シリコン必要なんじゃないかなっていう派なんですよね。ノンシリコンって、まあ、むしろ扱いづらかったりする場合もあるので髪質によっては向かなかったりとか、そこで今、まあ、検証をねしてね、まあ、これはもう被膜なんで上にこうかぶせるというか、まあ、そういう感じになってくるんですけど、それ被膜でもですね完全に水が抜けないようながっちりした被膜だとダメなので、網状にこうなってですねちゃんと水の出入りができたりとか、そういうような感じでちょっと考えております。で今まず A の1個目の被膜なんですけど、こちらはいこれねちょっと僕この被膜に関してはちょっと弱いかなっていうふうに思ってるんですけど、結構崩れやすいんですね。ちょっとやってみますね。動画ちょっとあれですか、こういうふうにちょっと指で割れちゃう、はい、このような感じで、これでこう指でバッとちょっとこのような感じに、これ紙に乗っけたとしてもちょっと結構すぐ崩れやすい、ボロボロになっちゃう、うん、ということで、まあ、この被膜に関してはちょっと弱いかなっていう感じがします。こんな感じ、形状がこんな感じで崩れちゃう、うん、なんでちょっと弱い感じがしますね。はい、でちょっと後でお見せしますが、ちょっとねこういう風に棒状にしてみて、実際この弾力だったりとか手触りとか今ちょっと検証してるんで、ちょっと今3つお見せしますね後で。で次 B の商品なんですけど、まあ、結構これ強いかなっていう風に思って、僕結構自信があったんですが、結構これも脆くてですね、指でやると、まあ、先ほどよりは強い感じです。はい、でこんな感じでこれはね握るとちょっと割れる、こんな感じ
まあ、これが紙に載るわけですから、まあ、こんながっちりは載せないですけど、薄くね綺麗に載せるわけですけど、おっとととととこれもこんな感じにボロボロになります。まあ、これ理由も分かってるんですけど、で C の商品、これ結構ね、やっぱすごいなと思ってるんですけど、これまず手触りがめちゃくちゃいい、手触りがめちゃくちゃいいのと、あと弾力がめちゃくちゃすごい、指でやってもしっかり跳ね返るし、この高分子も強い感じで、これちょっと握ってみますね。全然ピクともしないというか、まあ思いっきりやればよいしょ、なかなかね崩れない。そしてツヤ感もあって透明感クリア感もある。で今これ指で思いっきり今押してるんですけど、なかなかね、あちょっと思いっきりやればなんとかこういう風になります。はい、このような結構強めので、A と B と C、 まあ今は結果としては C がいいなっていうのがもう分かってるんですけど、これが A を崩れそう、 A とこれ真ん中が B とこれが C、 こういう棒状にするとまたねちょっと分かるんですよ。これ曲げてみたりとか、どれぐらい稼働率があるかなとかですね。でこれまず A を見ていきますと、 A のトリートメント、これ結構ボロボロしちゃうんで、この辺切れちゃう、あまり意味がないかなっていう感じがあります。これ B のやつ、これもまあこの原因も分かってるんですけど、まあこのような感じにポロッと取れる、このような感じで崩れる、こうですね、ポロポロって取れちゃう、こうですね。でこれ C の被膜系なんですけど、これかなり弾力も、わかりますかね、弾力で紙に乗るってことは、この弾力に耐えられないとダメなので、この弾力にもしっかり耐える感じです。なので例えばブリーチものダメージに乗っけてあげると、かなりしっかり強化してくれますし、まあ強化できますよね、この状況だと。はい、で今これをちょっとね、配合を、自分なりに少しずつ変えてですね、今検証してるんですね。はい、でどのぐらいの割合がいいのかっていうのが今ちょっと検証中という形になります。これはかなり強い被膜になりますね。はい、でこのぐらいだとどういうことになるかっていうと、実際縮毛矯正の、アイロン前の状態、 一剤を流して縮毛矯正の、中間処理に使ったりとかしてもすごくいいですし、あとはもちろんこれつけたからって2剤の浸透率が悪くなるってこともそんなないんですよね。で、まあ、薄く被膜貼りますからね、でアフターでこれね使ったりとか、あとトリートメントで言えばもう本当にこれを乗っけて、まあ、あることやればもうピタッとこうね綺麗になったりとか、まあ、そういうのを組み合わせてですね、これ分かります？めちゃくちゃ良くないですか？はい、こんな感じ、これ C の被膜ですね。でこのように かなり綺麗な、クリア感もあるし、手触りもめちゃくちゃいいです。ザラザラしてない感じ。はい、で結構このような高分子トリートメントを、高分子化のトリートメントを使うことによって髪の毛が強化できるという感じで、なんか1とか2とかつけてという感じは僕は思ってなくて、もう1個つけたらもうこうなります。1個つけるだけでこうなるという感じのものを今作ってます。はい、っていうようにですね、高額の、これ全く高額じゃないんですよね、多分サロンでやるときっていうのは。そんな高額なトリートメントじゃなくても結果は出せるよっていうことです。なんで高額でね、例えばトリートメントでもう1万円とか2万円とかするようなトリートメントやっても、そんな変わんないんですよ、ぶっちゃけ、正直な話。で、こんな強い被膜作るようなトリートメントもまずないですし、多分なんか栄養分がね、中に入れて、まあ、それもねシャンプーしていくと落ちるわけですね、なので、やっぱりちゃんと金額なりの効果があるのか、お客さんがそれを実感できるのかっていう部分が僕は大切だと思うので、やったけどお客さんがあんまりパッとわからないなみたいな部分に関してはちょっとどうなのかなと思ってしまいます。なんで、まあしっかり、継続率があるもの、そういうものを商品化していきたいなというふうに思っております。はい、まあ、ということでですね、この C の被膜、はい、
これを1名の方にプレゼントしましょうか。いらないですよ絶対ね。でこんな感じに、これ綺麗でしょ、これすごいめちゃくちゃ、もうちょっとねハサミでちょっと切ってみるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、断面も。で他のやつは断面が結構粗くて、ほら結構綺麗でしょこれ。で他のやつは断面が意外と汚くて、これは B の被膜なんですけど、断面がちょっとザラザラしてて粗いんですよね。でこれは A の一番弱かったやつですね。はい、もうねまあちょっと動画じゃ分かんないと思うんですけど、結構粗いんですね目が。はい、ということで、でねこれちなみに C の被膜のフィルム化させてみたんですけど、こういう風な透明なフィルムに、まあちょっとこれ今ね少し空気が入っちゃってるんであれですけども、こういうフィルムがこう貼られるわけですよ。はい、紙にね、こんな厚くないですよ、ほんと薄いやつですよ、それが貼られるわけですね。はい、でこれ全然切れませんからね、相当こう弾力もありますし、でこういうのをまあこれ被膜反対派の人もいるので、まあそういう方はねあれなんですけども、やっぱり分かるようなものやんないとお客さんも分かんないですし、まあそれなりに効果出るものを使っていかないと、高額なお金をお支払いして、あんまり効果出ないっていうんだったらお客さんもちょっとね不信感も募っちゃうと思うんで、やっぱりそれなりの適正価格でこういうトリートメントを僕は発信していきたいなと思ってます。はい、どうでしょうかこのフィルム、かなりいいかなと思います。まあ、このような感じに日々検証して、オリジナルのものを、まあ、これも実際その普通のディーラーさんが、じゃあメーカーさんがこれ売ってるようなものと全く別ですからね。はい、まあ、こういうものをちょっと商品化して、お届けできればいいかなっていうふうに思ってます。はい、なので、まあね、本当に意味があるものを僕はお客さんにはやっていただきたいなと思うんで、そのようなことをお伝えしました。はい、ただ今回僕が話した内容っていうのは全く根拠もないですし嘘の内容ですから皆さん信用しないでください。皆さんが通われている美容室のトリートメントはすごくいいものだと思いますので、それを継続してやっていただければいいかなというふうに思っております。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。はい、よければチャンネル登録してください。今後もねいろいろちょっとマニアックな情報になっちゃうと思います。まあ、そういう方のねいろんなことを暴いていきたいなと思っております。皆さん協力してくれれば今後も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。